アメリカの先週1週間の新規失業保険申請者数は23万9千人でした。前の週から2万6千人減少し、市場予想も下回りました。また、失業保険を継続して受給している人の数も、前の週から1万9千人減少し、174万2千人でした。